発生第3週から8週までは退学期あるいは廃止期です。第3週の前半には胚盤葉上層の細胞から新たに中胚葉、内胚葉が作られていき、上層は外胚葉と呼ばれます。胚盤葉下層は内胚葉に置換されます。第17日には三層性胚盤が完成します。分化が進んでいくと、やがて内胚葉からは消化器系や呼吸器系、中胚葉からは骨格や筋、結合組織、循環器系、泌尿器系、そして外胚葉からは神経組織や表皮などが発生してきます。第20日頃の胎芽、外胚葉の中央に神経根が見られます。この頃には中胚葉から心臓が発生し始め、血管も形成され始めています。原始的な心臓は中胚葉からできた一本の太い管が、伸長していく過程で湾曲し、さらに下方部分がせり上がることで形作られます。原子の心房と心室が現れ、心内膜症が発生し、各部屋を仕切る中核や弁膜の形成が進んで、左右の心房、心室が徐々に形成されていきます。心臓の形成とともに血管も発達していきます。これは第8週の大動脈球系の発達の様子です。心臓は最初に機能し始める器官です。第3週以降、器官形成の基盤ができ、脳や脊髄、目、消化管などが発達していきます。胎芽期の6週の間に細胞の分化が進み、特定の形態と機能を持つようになり、各器官を形作っていきます。三層性胚盤の外胚葉は、はじめ扁平な円盤状をしています。これが飛行して神経盤となり、第20日には神経根と体節が現れてきます。両側の神経ひだが隆起して癒着し、溝が閉鎖していきます。頭と尾の両方向に癒着が進んで、第23日には一本の神経管となり、やがて両端が閉じられます。神経管から脳幹や脊髄が形成され、続いて大脳が形成されてきます。胎芽期終わり頃の第8週、胎児期の第15週、とりわけ大脳が大きく発達していきます。これは神経管が完成する第4週頃の胎芽。中胚葉から発生した心膜隆起も見られます。神経根が閉じ、脳が形作られ始めた頃の胎芽。目の組織である眼泡も見られます。目も脳と同じ頃に形成され始めます。でき始めた脳の組織が左右に膨れて眼泡となり、表皮に接近した眼泡の中央部分がくぼんで眼胚となります。
続いて表皮から水晶体胞、眼肺から網膜などが作られます。水晶体胞は後壁の細胞が伸長して水晶体繊維が形成されるのに伴って水晶体へと発生していきます。第4週終わりの大河では消化管の形成も始まります。まず原始腸管ができ、その前腸から食道、胃、肝臓など、中腸から小腸と結腸の前半分、後腸から結腸の後ろ半分と直腸が作られていきます。前腸は膨らみながら時計回りに回転し胃の形となります。胃の下からは管が伸び、腹側に肝臓と胆囊が作られます。また胆囊の下には腹側膵が、肺側には肺側膵が発生します。腹側膵は十二指腸の回転に伴って時計回りに回転し、第七週には肺側膵と融合して一つの膵臓となります。中腸は第5週ごろ急速に伸長しながら反時計回りに回転を始めます。その後さらに回転し、小腸を取り囲むように大腸が配置されていきます。大河期初めに 0.2 ミリメートルほどに過ぎなかった胚盤が胎芽、胎児へと成長していくにつれて、こうした器官の基本的な形成が進みます。第4週の終わりから第5週の初めには体長3ミリメートルから6ミリメートルほどの大きさになります。この頃から胎芽を超音波検査で確認できます。第6週には容易に胎芽の全体像が捉えられ、心臓の拍動もはっきりと観察できます。第8週には尾が消失し、手足も整い、人としてほぼ完成された形となります。大河期終わりの大河の体長は27ミリメートルから28ミリメートルほどです。